パクジヒョは韓国のアイドル、トゥアイスのリーダーを務める。JYP エンターテインメントは、ジヒョがジュニアネイバーのコンテストに参加して2位になった後、彼女をスカウトした。その後、8歳の時に JYP エンターテインメントに練習生として参加し、デビューまで10年間トレーニングを積んだ。練習生時代には男子バンドのボーイフレンドと共に、 イニスフリーのティーンラインの顔として知られていた。ワンダーガールズのソンミトエ、リムやペスジ、ジョークオーン、ニックンなど多くの JYP のアイドルと共に練習を行った。ナヨン、ジョンヨン、サナと共にガールズグループでデビューすることになっていたが、プロジェクトは中止された。その代わりに全員が、リアリティ番組シックスティーンに参加し、トゥアイスの最初のメンバーを選出するためのコンテストに、 参加した。コンテスト前に名前を法的に辞表に改名した。9人の合格者の一人として新たに結成されるガールズグループトゥアイスに加わった。グループの最年長メンバーではないが、後にメンバーによる匿名投票でリーダーに選ばれた。2015年10月にトゥアイスは正式にデビューした。ウィキメディアコモンズには辞表に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。